生が集まったチームです。今回は名古屋囃子から始まり、和楽器を用いて名古屋城をイメージさせるような曲となっています。後半にかけ、今年のテーマである強く歩むを表現しています。白色の法被の背中には大きく書かれた勝ちという文字を入れ、堂々とした強さを表現しています。チームからの一言をご紹介します。名古屋が誇る名古屋城に見守られ、今を生きる名古屋人の和光堂の強い歩みを表現しています。夢に向かって諦めないで全力で挑む様を社チームは全員で体現します。キラキラ光る笑顔と元気を見てくださる方にお届けしますとのことです。それでは名古屋学生チーム社チの皆さん、よろしくお願いします。笑顔が届くように全力で演舞したいと思います。どうぞよろしく。